日本古代史は、なぜ、古代日本の人は、九州の日向だったのか？日本書紀によると、紀元前660年、神武天皇は、日向から北上して、奈良県の橿原宮で、初代天皇に、即位したという。しかも、それ以前の5000年の間、日本の人は、日向であったという。にわかには、信じがたい話だが、来日した徐福は、そのヒントを、富士文献に、残している。答えは、視野を広げることで、知り得ることができる。古代中国には、中華思想があった。これは中国内陸を、中心とみなし、東西南北を、防流とみなす考え方である。古代中国にとって、沿岸部とは、遠いであり、中国の領土では、なかったことを示している。つまり、古代中国の言う遠いとは、日本を中心とした、中国沿岸部を、支配下に持つ、国のことであった。中国は、日本列島、朝鮮半島、中国沿岸部に、領土を持つ遠いを、多民族とみなしていたのだった。日向は、その広大な領土を持った、古代日本のまさに中心に位置していた、首都なのであった。紀元前1万年前から、氷河期が終わり、干潮期になり、海面が、100メートルほど上昇した。沿岸部に住んでいた人類は、洪水で滅んで、ノア、復帰、除火、日本人の祖先などが生き残った。古代文明が滅び、人々の領土に対する、関心も薄れた。中国では、大ワニを退治した、勇者である、福義と、除火が、ワニの皮を剥いで、そのまま服とした。まだ、文明が始まったばかりの人々は、それを見て、福義と除火の体が、蛇だと恐れをののいた。島国であった日本人は、大洪水後に、たくさんの船を出して、半島と、大陸の無事を確認すると、そこに住み着いて、領土とした。神農こと、ニニギの御事は、日向に人を置いて、中国沿岸部も、手中に収め、中国人に文明を授けた。ニニギの御事は好んで、牛のような兜を身につけたので、人は、彼を竜頭の人と呼んだ。海洋民族である、日本人は、船を出して、海流や風を利用して、中国や朝鮮との貿易に、励んで財を成した。古代の中国は、日本人を遠い族と呼んで、仲良く過ごしていたために、神農は、除火の後を継いで、三代目の古代皇帝となった。その後の、皇帝の中には遠い族が含まれ、夏、殷、周王朝まで、遠い、北敵、南蛮民族として、日本人は、中国沿岸部を支配下に置いた。大洪水後の、千年間は、中国人は、海を恐れて、沿岸部に、近づこうともしなかった。だが、やがて、洪水の恐怖も消え失せて、中国人は、沿岸部にも、興味を持ち始めた。そして、地図ができ、領土意識を持った中国人は、春秋戦国時代に、突入すると、統一に向けた戦いを始めた。この戦いに、嫌気をさした日本は、中国沿岸部の土地を放棄し、日向に大量の人々が、引き上げてきた。そこで、神武天皇の時に、奈良に遷都を決意した。今の日本は、こうして成り立った。しかし間の悪いことに、中国では、宝来山を信仰する、秦の始皇帝が中国を統一する。日本は、春秋戦国以降は、中国に領土なく、和光や貿易以外に、交流はなくなる。漢の時代になると、かつての統一は、忘れ去られて、日本は、馬鹿にされるようになる。ちなみに、方針演義の中に出てくる三千湖の三千島などは、日本の島であり、殷も日本の支援を受けていたために、かなり悪く書かれている。漢以降、宝来山の日本は、忘れ去られ、日本も殷と周の時代に、いざこざがあったために、古代の歴史は、封印された。だがそれでは、あまりにも忍びないので、日本書紀は、日向三代、五千年の歴史を、わざと書き残した。ちなみに古代日本が、日向と呼ばれたのは、領土である中国沿岸部や、日本列島太平洋側が、日の方向を向いていたことに起因する。その上に、今も昔も、太陽を崇拝していたので、古代も今も、名前に、日が入っているのである。ここに大まかな、古代日本の成り立ちと、それに続く日本国の歴史を記した。日向三代と呼ばれた帝国は、決して地方豪族から成り立つものではなく、むしろ、今の倍の領土を所有していた、古代日本を示していた。以上が、日向三代帝国の歴史であり、古代日本に右天皇から始まる、数多くの古代天皇の、省略された秘話である。